はい、赤き真実有効です。なんという緻密かつ精密な爪。こいつどう手を打ちゃいいんだ。ワルギリア、何か手はないのか。私には何も思いつきません。ロドウェア、申し訳ありません。しかしこの線、これほどまでに精密なる美しい場面を見たのは初めてです。悔しいですが、美しい、なんて美しい赤によるチェックメイト。人間が凶器をかざし、それにて殺した。眼前にて。ただしその人間は魔法が使えたかもしれないわ。それはすなわち魔女だったということ。それがつまりこの私、黄金の魔女ベアトリーチェ。ひざまずいたわね。そうよ、あなたはもう理解し始めている。黄金の魔女が存在することを、そしてその黄金の魔女ベアトリーチェが私であることを。さあ讃えなさい、本当の魔女の復活を。今こそ讃えなさい、黄金の魔女ベアトリーチェの復活を。今こそ讃えなさい。第9の番に魔女はよみがえり、誰も生き残れはしない。くそ、俺にはわからねえ。ここまで徹底的に赤でがんじがらめにされたら、俺にはもうさっぱりだ。バトル、くじけるな。わらわとそなたは再び戦い合う約束を交わしたではないか。ここでそなたは屈服するのか。わらわと再び戦う前にこのようなところで消え去るのか。その約束を破りたくはねえ。しかし俺には奴を否定する手が全く思いつかねえ。これはそもそも問題にさえなってない。容疑者以外は存在せず、その容疑者は全員白、赤で白だって言われてんだぜ。それでいてしっかり他殺で、犯人は人間で、ちゃんと目の前に現れて南條先生を殺したという。もうお手上げだ。どうにもならねえ。頼むバトラー、諦めるな、くじけるな。思考を止めれば自動的にそなたの負けとなる。頼むか、くじけるな。わらわも応援しておる。負
けたりするな。もう何も思いつかねえんだ。どうせあいつは魔女だから魔法とかでやったに違いない。考えるだけ無駄だぜって思っちまう。ダメだ、頭が痛い、脳が疲れる。考えたって無駄だからやめちまえって。考えちまう。バトラー、聞け。チェスというゲームは相手を任そうと互いが尽くすから、一回のゲームに長い時間をかける。しかしどちらかが最初から勝ちを捨て自分に損な手を進んでさせば、あっという間にゲームを終えるのだ。これはフールズネイトという。人間側は思考を停止させることによって目の前の問題を魔女に譲り渡し、木からリンゴが落ちることさえ直ちに魔法の仕業ということで決着できてしまう。そしてそれは魔女側も同じことだ。魔女は赤き真実を使う。それにて魔法の正体が人間で説明できてしまうことを示せば直ちに敗北することができる。言われなくても分かってるさ。考えを止めるなって言うんだろ。しかしあいつのあの完璧な真っ赤な手にどうやって反撃すればいいんだ。俺には、人間にはもう無理だ。無理か。バトラには無理なのか。頼む、くじけるな。俺にはもう無理だ。わらわがそなたの手に反撃の一手を誘うぞ。へえ、この完璧なるチェックメイトにあなたはどう切り込んでくれるというのかしら。人間には決して破ることのできないこのチェックメイトをあなたごときがどう破るというの。ベアトリーチェ、あなたまさか。人間にさせぬ一手なら、わらわが魔女であるがゆえにさせる一手でそなたを迎え撃っている。魔女であるがゆえにさせる意って、お前何をする気だ。わらわが赤にて魔女を否定する。ベアトリーチ、お嬢様。バカ言ってんじゃないわよ。そんなことしたらあんたも無事じゃ済まないわよ。そなたは魔女にあらず、そしてわらわもまた魔女ではない。真の魔女の道を険しく、まだまだなれば好都合。今この場に元より魔女など存在はしないのだ。わらわが自らそのまやかしを剥ぎ取ってやろうぞ。私もあんたもしっかり堂々とした魔女でしょうが。赤が使えることこそ魔女の証。あんたにとって魔女の定義がどういうものか知らないけど、あんただけは無傷で済むなんて勘違いをしているなら今すぐ。この島は永遠に邪悪なる魔女の妄想を繰り返す無限地獄に落ちるだろう。それで良いのだ。ですって。魔女になど慣れていなかった。真の魔女になるためにようやくその道のりを歩き始めたに過ぎ、
もし今のわらわが魔女だというのなら、それは力に溺れただけの、そなたに同じ偽りの魔女に過ぎぬ。そのようなみすぼらしい姿なら、未練などない。そなたもろとも、わらわのこの姿も消し去ってくれようぞ。正気、やめなさい。私はまだ魔女でいたいのよ。人間は嫌なのよ。魔女様、どうかご着席を。人間側の受け手をどうかご着席の上お受けください。何をするの。離して。その女に明けを使わせないで。やめさせて。離せ。ベアトリーチェ、後悔はないのですね。お嬢様こそ、ごめん。いっぱい楽しい魔法や幸せな魔法を教えてもらったのに、全然上手に使えなかった。だからゼロから修行、やり直してみる。そのバカ弟子の不始末に巻き込んで本当にすまなかった。良き弟子よ、最後にモテました。あなたの信じるままにお行きなさい。お前らが何の話をしてるのか俺にはさっぱりだ。だがこれだけは分かる。そして言える。ベアト、何をしようとしてるのか知らねえが、これからやろうとしていることをやめろ。そなたに手はない。しかしわらわに手はある。逃せばあやつは魔女として真の意味で復活し、今度こそこの島の全てを支配する。全ての悪夢はあの女の自由自在となり、この島は永遠に邪悪なる魔女の妄想を繰り返す無限地獄に落ちるだろう。そなたはそれを許せるというのか。親しい家族たちが永遠にあの魔女の悪夢にもてあそばれてもよいと、そういうのか。だがお前が犠牲になることなんてないだろう。これは俺と奴のゲームだ。お前が身を犠牲にして手を刺すことなんてない。俺が考える起死回生の一手を必ず考えるから。だから早まるな。畜生、絶対に思いつくから。だから早まるんじゃねえ。このゲームは残酷であるぞ。すでにそなたの兆候に制限時間を使い切っておるわ。もはやわらわしかおらぬ。安心せよバトル。わらわが撃つ、あの残酷なる魔女。わらわが自らの手で撃つ。待て、ベアト。やめろ、よせ。お前が自分を犠牲にする必要なんて何もない。わらわを否定するためにそなたは戦っていたのだろうが、おかしなやつだ。あの子の好きにさせてあげてください。そしてどうか見届けてやってください。しかしバトラー、一つだけ頼みがある。耳を塞いでくれぬか。耳をどうして。わらわはこれより赤にて魔女を否定する。あやつの赤で敷き詰めた盤面を切り裂いてみせる。さすればわらわもまた魔女の姿を失うだろう。そなたもわらわが語る赤き真実を聞けば、わらわの正体を理解することになる。そなたにだけは耳を塞ぐ。
塞いでほしい。そなたの前だけでは魔女で痛いのか。ベアトリーチェ様、魔女側問題ありません。どうぞ刺して。離せー。あんたもただじゃ済まないのよ。あいつおかしいわ。私たちを巻き込んで自分も死ぬ気よ。やめて、否定しないで。やめて。仮にも黄金の魔女が見苦しいぞ。さあ良いか、バトラの代わりにそなたのチェックメイトを外す。15人が死に、3人しか残らぬチェス盤にて何が起こったのか、わらわがこれより赤にて暴く。その赤き真実にて、偽りの魔女2人を共に貫いて殺す。力を持ち得ながらどうして命を捨てられるの。黄金も魔法も全てを自在に操れる力を持つあんたがどうしてそれをあっさりと投げ出せるの。山をなす黄金であろうと、海を裂く魔法であろうと、手に入らぬものがあることを知る。さあ姿を現すがいいぞ。その正体を表せ。後ろ宮エヴァ。あんたが犯人なんだ。エヴァおばさん。
気づくのが遅いわよ、バトラ君。ベアト、バトラか。やったぞ、わらわ。やった。ああ、聞こえはしなかったが、俺はお前の姿を最後まで見ていたぜ。お前が邪悪な魔女に毅然と立ち向かうところをちゃんと見てたぜ。これでもうわらわは魔女ではない。だが必ずわらわは再び魔女になるぞ。そして再び黄金の魔女と呼ばれるに至って、再びそなたの対戦相手だと認められに帰ってくるから。いや、お前は魔女だったぜ。俺は見てたぜ、お前があの邪悪な魔女をすっげえ魔法で吹き飛ばしてその正体を暴き出すところを。俺はちゃんとこの目で見ていたぜ。あれは魔法ではなく赤き。いいや、魔法だったぜ。お前は確かに黄金の魔女だった。お前自らが否定しようとも俺が認めてやるよ。お前は確かに黄金の魔女だ。光の粒の輝きがどんどん強くなる。
どうしてだ。みんな死んだのにどうして生きてるんだ。黄金鏡では全ての死者の魂を蘇らせることができるのです。おかえりなさいベアトリーチ、そしてようこそバトラック黄金鏡へ。ようこそ。わらわは至ったのか。黄金鏡への扉に至ったのか。はい、お嬢様はついに全員を黄金鏡へお招きできたのです。ようこそバトラ様、黄金鏡へ。バトラ、ようやくここへたどり着いたか。じい様、俺は一体。お前はわしの魔法とは入れぬ血を最も濃く受け継いでしまったのだ。故にこの黄金鏡にお前だけがたどり着けず、ずっとベアトリーチェはそなたを探していたのだ。そなたをここへ連れてくるためにあらゆる手を尽くしておった。なんだって。これでようやく全員が揃いましたな。さあバトラ様もお席へ。今宵の料理はこのゴーダメの最高傑作を尽くしました。どうかぜひご賞味ください。あんた光栄に思いなさいよね。本当は私が全部食べるところをお情けであんたらの分も残してあげてるんだからね。ナナ君、お姉ちゃんたちは。黄金鏡では意志あるもの全てが公平だ。ここで我ら家具とて人間とて魔女とて区別はない。バトラ様、お待ちしておりました。そしてようこそ黄金鏡。シャノンちゃん、少子の兄貴。僕もまだこれが夢じゃないかと疑ってるよ。僕たちは死んだはず。でも生きてる。そして全員が全員ここにいて幸せなんだ。信じられない。そうよ、どうせここは夢の中の世界なのよ。だからジョージがメイドの女と仲良くしたってどうせ夢なんだから。予算かエヴァ、今は黙って若い二人を祝福せなあかん。黄金鏡は祝福の都や。ここではいがみ合いは一切なしやで。ここでは愛し合う者たちは全てが自由。誰にもはばかられることはない。ジェシカちゃん、バドン君、素敵。焼けちゃうわ。よう、バトラ、なんだかそのバトラ様、ようこそ。そしてお帰りなさいませ。使用人のことなんてダメです。うちのジェシカをやれるわけありません。いいじゃないかね、好きな相手くらい自由に選ばせてやるといい。ダメです、ダメです。ジェシカ、うちもダメなのよジョージ。いいじゃないですか、誰が誰を好きになったって。そうよ、親が子離れしてない証拠ね。バトラ、俺はお前がどんな女を連れ帰っても生温かく受け入れてやるから。この人に紹介しちゃダメ、すぐ手を出すから。とっとと駆け落ちしちゃうのよ。バトラ、やっとここへ来た。マリア、お前は最初からここへ来ることになると知っていたのか。うん、だからマリアは何も怖くなかった。みんなは臆病でビクビク、面白かった。なんてこった、一番ずれてると思ってたお前が実は最初から真相を知ってたなんてな。無礼です、マリア卿に対してそのような口の利き方はとても許せません。射撃曲線検診、攻撃準備よし、マリア卿。
いつでも攻撃できます。お静かに、ベアトリーチェ様の御前です。まあ堅いことを言わずに、今ははしゃいで喜び合いたい気持ちを察しましょう。それより乾杯の準備を始めようではありませんか。さあさあ、自慢のサバ料理の準備は十分ですよ。いつでも配膳できますよ。ほらみんな、少しはかぐらしく働きなさいよ。やだ、もっとつまみ食いするの。さあ働こう。お客人型を待たせるな。私たちはアクセク働き、奉仕をしよう。お客人たちに何もさせるな。無償にさせて、怠惰にさせて、コロコロと豚のように超えさせろ。ベアトリーチ、バトラ君、こちらへ。バトラ、お前で全てが揃う。心して聞くがよい。黄金鏡は魔女の力だけで保たれている世界ではありません。そこで幸福を享受する全ての人間による協力と承認が必要なのです。そのためにここには全員のサインが揃わねばならないのです。前回黄金鏡の扉がようやく開いたが、お前はサインを拒んだ。記憶にはないだろうがな。お前がサインを拒んだため、この世界を再び闇に閉ざしてしまったのだ。それだけを聞いてると、なんだか俺一人が頑固でみんなにいろいろと迷惑をかけたように聞こえるな。そなたの頑固は折り紙付きであるからな。金蔵から受け継いでいるのは血だけではないらしいぞ。魔法とはすなわち奇跡。奇跡は全員が信じ合わねば完成せない。そして最後のそなたが信じてくれることで、この奇跡、黄金鏡は完成するのだ。なんだかいろいろ迷惑をかけちまったみたいだな。それで俺はどうすりゃいいんだ。まずここにあなたのサインを、次にベアトリーチェはここにサインを。羽ペンって使いづらいな。うわっ、弾いた。下手くそ。インク弾きは縁起が悪いのだって。自分の名前くらいとっとと書き、ミミズがのたくるようにな。お前こそなんだよ、カタカナで書くなよ。ベアトリーチェなんて洒落た名前なんだから、ちゃんと引きたいで書け。羽ペンと名前が泣いてるぜ。うるさいな。引きたいはテストの時は使うなと授業で言われなかったか。これ厳かな儀式であるぞ。沈黙せよ。結構2人のサインが揃い、誓約書の書式が揃いました。2人の先生を、まずはベアトリーチェから誓約書に手を添え、誓約は、ベアトリーチェは良き魔女として人々の幸福のために今後も修行を続けることに誓います。さあ、うん、なんだか恥ずかしいぞ。ベアトリーチェは良き魔女として人々の幸福のために今後も修行を続けることを誓います。
これでよいか。よろしい。次はバトラだ。バトラ君も同様に誓約書に手を添え、誓約を。後ろにバトラは黄金教の一員として自身と隣人の幸福のために奉仕することを誓います。と、後ろ宮バトラは黄金教の一員として自身と隣人の幸福のために奉仕することを誓います。俺も恥ずかしいぜ。危険なのもの、今ここに黄金教を認める18人の人間全員の誓約が揃った。それでは、古式にのっとり、最後に誓約したバトラ君に黄金教への招待状のサインを求めます。これは黄金の魔女、ベアトリーチェを黄金教へ招くためのもの。黄金教は、それを認めた人間たちの総意によって黄金の魔女を招き、そして完成するのです。バトラ、読み上げるぞ。しっかり聞け。我々18人は黄金の魔女をベアトリーチェと認め、黄金教へ招きます。なんだよお前、俺が招待状を送らないと招かれないのか。そういう儀式だし、わらわとて肩が凝るぞ。さっさと終わらせようではないか。わらわはさっきから腹が減ってかなうな。そういや俺も缶詰をちょいとつっついただけでろくなもんを食ってないぜ。さっさとサインを済ませちまう。なになに、あなたを魔女と認めます。俺ずいぶんシンプルだな。じいさまめ、誇張して読みやがったな。ほらほら早く。そこにサインを。う、早くサインを。なんだ貴様は、何者だ、どこから現れた。わらわのパーティーに招待状なき客は必要ない。家具どもつまみ出せ。仰せのままに囲め。騙されないで。え、魔女に。
招かれざる来客に耳を貸す必要などありませんよ。さあ、あなたはサインをするのです。この宣誓書、後ろ宮バカタは魔女の存在を認めると。さあ、この宣誓書にサインを。離せ。バトラー、なんで抵抗するんだよ。さっきはコロッとサインしてくれそうだったじゃないかよ。今さら心変わりなんてするなよ。魔女を認めてもいいかなって一瞬思っただろ。思ったんだろ。騙されてたって。そんなバカな。ベアトはそんなやつじゃ。こんなやつでよ。もうダメだ。甘ったるい何やぶしはやっぱわらわの肌に合わねえや。お嬢様、力ずくで頼むぜ。地味な役回りだったんで、すっかり退屈してたんで。何者か知らねえが、女たっぷりぐちゃぐちゃのねちゃねちゃに糸が引くほどぶっ殺してやるぜ。女に生まれてきたことを後悔させてやるよ。するだけのことはある。聞こう。名を名乗れ。あんたに名乗る名前なんてないわ。それよりバカ、いつまで騙されてるのよ。このお人よし、早く気づいて。これが全て魔女の罠であることに。嘘だよな。嘘だと言ってくれ。悪いな、バートル。結構面白かったぜ。しかし、お師匠様の言う通りにしてみたんだが、本当に結構いいとこまで行けたな。なんでもツンツンと残虐を尽くした後に程よくへたれて出れてみせると好感度ってやつが大幅アップするんだろ。出れて病んでる悪役が最近はイケてるって聞いたぜ。これでもよ、最近流行りの漫画とかアニメとかギャルギャーで結構勉強したんだぜ。そうしたらお前、案の定お涙ちょうだいでコロリだよ。バーカ、本当に単純なやつ。これぞ名付けて北風と太陽作戦というわけよ。そんな、くそよくも騙しやがったな。ああ、その表情が一番お前には似合ってるさ。お前の気遣うようなあの表情な。わらわにはやはり合わない。背中がかゆくなって、それをこらえるので必死であったぞ。
した。魔女は改心なんてしめじん。サインを頼むぜ、お師匠様。飛び入り客はわらわの獲物よ。さあ、あなたはもうこのサインを拒めませんよ。さあ、ほら、サインをして身も心も魂も捧げてしまいなさい。いつまで遊んでいるつもりなの？いい加減にして。あなたが羨ましいわ、私は。助けてもらってなんだが、ひでえ言われようだぜ。すまねえが、あんた、どちらさんだ？六軒島の魔女、彼は返してもらうわよ。誰が返すか、愚か者。バトラはわらわの玩具だ。わらわのお気に入りの、世界で一番の玩具だ。飽きぬぞ、捨てるぞ、誰にも渡さぬぞ。バトラとて今を精一杯楽しんでおる。わらわと一緒にこんなにも楽しく遊んでおるのだ。そなたが何者であろうと、それを邪魔立てはさせぬ。ええ、本当に楽しそうね。腹立たしいくらいに羨ましいわ。こんな素敵なところでみんなでワイワイ楽しく賑やかにゲラゲラと、たくさんの美人の魔女たちに囲まれてチヤホヤされて、さぞや楽しくて帰りたくないでしょう。俺に言ってるのか。おいおい、そりゃ誤解だ。俺だって迷惑してる。何が楽しいもんか。俺の苦労を知りやがってんだ。何が苦労よ。お父さんお母さんと楽しく過ごして、いとこみんなでキャッキャと遊んで、愉快な魔女たちといつまでも永遠に遊んで過ごせる。なんてあなたは幸せなの。あなたたちが羨ましいわよ。わかってる。私も混ぜてほしいくらい。あいにくだが、それは断る。わらわは手持ちの玩具で満足しておる。そなたのようなそやな玩具はわらわのおもちゃ箱にふさわしくない。ええ、わかってるわ。誰があんたなんかと遊ぶものですか。でも少しだけ感謝するわ、こうしてみんなに合わせてくれて。お前、誰なんだ、まさか。そう、あんた、わかったぞ。そなたの正体。なに、デルンカステル卿の送り込んだ駒と、どなたの気に入った。改めてそなたをわらわのパーティーに招こうではないか。たっぷり歓迎してやるぞ。バトラともども仲良く遊んで、壊して殺して潰して灰にして、パン生地に混ぜてふっくらと焼き上げてくれるわ。ああ、ダメね。全然ダメだわ。あんたにそれはできやしない。1986年の六軒島で何があったのか、私が全て白日のもとにさらしてやるわ。あんたなんて、真実という春に怯える霜柱でしかないことを教えてやる。覚悟なさい、黄金の魔女、ベアトリーチェ。